テニコチャンネルテレラジオ青春野菜。どうも、見ていただいている方どうもありがとうございます。武井テレコでございます。もう家にこもりっきりでひげね、どんだけ伸びるかちょっと今やってるんですけど、人生の中でここまで伸ばしたん一回もないですね。まあ皆さんどうお過ごしですか。今ね、今日もね、餃子を食べようと思って、これあるやん、こんなん、餃子のタレとそれとラー油とかいうのは、こんなもう開けにくいね。もう開け口のところで綺麗に開かへんね。もうギューンとラー油からタレの方に全部いってもらうときあんねん。もう どういうことやねんっていうの。それとどこからでも開けれますっていうやつあるやん。どこからでも開かへんねん。もうなんやねんっていう。まあ俺は不器用なんかもわからんけど、よく和菓子とかで包んでる包装してるやつとかね、もらってこう開けるのを俺綺麗に開けられへんわ。最初こうやったろかなと思うけど、こう無理でもう真ん中からバラバラーみたいな、野良犬でもおったんかっていうような感じやわ。だから包装とかね、綺麗にこうね破いてちゃんと畳む人とか、そういう女性憧れるな、男性でもちょっと尊敬するわ。不器用。たくさん、メッセージメールいただいております。この方は、メアリーホームリニューアルさん、どうもありがとうございます。はじめまして、チャンネル登録させていただきました。どうもありがとうございます。300人超えましたんで、まあ3260人にはまだまだ程遠いんですけど、コツコツね、登録者数増やしていきますんで、皆さんも拡散とか宣伝とかね、よろしくお願いいたします。メアリーホームリニューアルさん、ラジオ感覚でいいですね、と。いうことです。そうやね。結構ね、意見いただくのは、別にがっつり見んと、これ、音で聞きながらなんか用事できるみたいなんでね。新しい YouTube 目指しますから、よろしくお願いします。この方は、スーパー 4WDGTO さん。ありがとうございます。はじめまして、中学校の時から、青春ベジタブルのファンでラジオを聞いてましたと。なるほど。京都でやってた KBS 京都青春ベジタブルね。はい。他人がどう言おうと武井さんのトーク大好きですって。他人がどう言おうって誰かなんか言うてんのかな。またね、結構ね、いろいろ言われたりもするんですよ。噂されたりとかね。まあ逆にこれね、ありがたいことですよ。言っとくよ。いろんなこと言われてへこんだりしたりしたらあかんで、ね、言うてる方が負けてるからね。はっきり言って。横山四郎師匠の言葉でね、モノマネやる人嫌いなんですよ、俺モノマネを否定してるんじゃないですか。人のね、ふんどして相撲を取るなっていうね、己がモノマネされるようになれっていう言葉ね。だから人の話で、ああじゃあこうじゃ言ったって、それ、己じゃないからね。だから逆に、俺こう言われてるっていうのはね、嬉しいね。よくね、いろいろこの能書き言うたりするやつおるやん。努力せんやつは愚痴を言うとか言うて、もうそれ自体が愚痴やからね。そんなん言うたらあかんねん。黙っておもろいことやっといたらええねん。皆さん、ついてきてください。ありがとうございます。この方は、宗之助さんかな。ビッグブラザーズのことについても話していただきたいです。ビッグブラザーズね。僕が、まあ、もともと僕、この世界で世に出てきたのは、漫才ですから、ビッグブラザーズというコンビをね、組みまして、21の時にね、大阪に出てきて、何技という松竹芸能の劇場がありまして、そこをちらっと見に行きまして、ほんで、ね、まあ、見てる芸人、出てる芸人、どれ一人ね、見たことないしよ。ここやったら勝てる方で、ほんで、まあ、松竹芸能、その時ね、松竹座の地下にあったんですよ。そこにね、飛び込みで行ってね、ほんで受付の人に、すいません、芸人になりたいんですっていうね、頃ね、怖いもん知らんよね。受付の人が奥行って、社員を呼んできてくれて、ほんで社員が来て、その人が水田さんっていう、もう定年になりあったんですけど、で、めんどくや、あ、僕、徳島出身、わしも徳島や。そうか、明日から来い。で、明日から養成所行くことになって。それでね、毎週木曜日やったかな。最初はね、ピンでネタとかやってたよ。それでその時に、まあ、
その相方になった、酒田香織っていう、その当時28歳ぐらいやったから俺より6歳ぐらい年上やから27歳ぐらいかな、うん、違うコンビと組んでたんやけど、まあ解散するせんへんの時期に俺が養成所また帰る時に、竹井ちょっと話あるからちょっとええか言うて喫茶店連れて行かれて、コンビ組まへんか言われて、ああもう俺はやっぱ漫才憧れてましたから、あの新助龍介さんの漫才見て衝撃を受けましたから、漫才師になりたいと思ってましたから、ほんでコンビ組んでね、うーん懐かしいよ、うーん、そんでコンビ名とかね、みんなあの芸人もこれ見てると思うんですけど、コンビ名つけるの楽しいんですよね、何するとか言ってね、うん、ほんでまあ俺が考えたこのピックブラザーズ、兄弟のように仲良くして将来ビッグになろうっていう、うん、このピックブラザーズっていうのを組みましてね、まあだからもう社員とか、先輩とか俺らのところとビッグビッグってこう短縮してね、それもビッグって呼ばれてること自体がビッグじゃん思って、うん、そうなんですよ。そんでそやね、ショーとかね、デビューして1年ぐらいするかせんかぐらいで、まあ、関西の ABC 新人コンクールとか NHK とか、うん、いろいろ賞をいただきましてね、うん、一気にねなんか賞をもらって評価していただいて、そんで上方漫才大賞っていうのがね、あのダウンタウンさんが大賞で、僕ら新人奨励賞をいただきまして、うわダウンタウンやみたいなね、憧れの人やったし、その方たちと一緒にステージ立つということでね、まあ光栄に思ってたんですけど、まああのね、ま、周りがこうそういう噂をするようになったの、さっきの言うてる話のように言うのよ、いろんなこと好きなことを、あのビッグブラザーズってダウンタウンを目指してるとか言い出したのよ、その噂が先走って、ほんでダウンタウンさんなんかになんか耳に入って、スパの雑誌かな、浜田さんがあいつら松竹のダウンタウン目指してるらしいで、あいつら1億万年早いねやとかいうのをなんか掲載されて、スパで、うーん、いや嬉しかったですね、ああ噂されてるわ思って、うーん、思って、うーん、そうなんですよね。そんでまあ ABC 漫才コンクールかな、それで新人賞の時、あの、まあ、生放送やったかな、ネタやってる時、鶴瓶さんがそれを見てて、赤羽さんってマネージャーに、おいこれどこやって、いやうち松竹です、今すぐ呼べ言って、で ABC の、うん、それ終わったすぐに竹井鶴瓶さんが呼んでるとか言って、相方と二人で昔の千里ヶ丘にある毎日放送まで行ったら鶴瓶さんがいてるんですよ。うわ鶴瓶さんや、お前らがビッグブラザーズおもろいな、来週からラジオやろうって、ヤングタウンですよ、おー、ほんで二人でレギュラーになったわけなんですよ、おー、そう、もうなんかね慌ただしくてようわからんかったね、あ目の前を鶴瓶さん、今思うたらね、いろいろこう悔しい、あしとけばとかあるんやけどね、あの時もう 何を喋ってや、もう鶴瓶さんの横で鶴瓶さんの話を二人相方と二人で笑ってるっていうような、そんな状況で、いつも帰りタクシーの中で落ち込んで帰ってね、ほんでヤングタウン野球大会とかだったんですよ、大阪球場で。その時メンバーが月曜日から土曜日までのメンバー、日曜日までメンバーで、さんまさんとかダウンタウンさんとかジミー大西さん、それから今田耕司さん、それから西川のりお師匠、小林千恵ちゃん、越前谷氷太さん、カモン達夫さん、ほんで俺らビッグブラザーズや、あーほんで北野誠さんか、うーん、大阪球場満杯よ客、あー相手はビーバップハイスクールチームや、うーん、ねえ、3番ショート明石が3番うわーみたいな感じで、ダウンタウンキャー、俺らビッグブラザーズシーン誰誰みたいな感じやった、覚えてるよ、相方と2人でなるのは悔しいなとかで言うてた、覚えてるな、そやな、まあそんで漫才を賞取ったのも、最初相方が漫才をマの字を教えてい
くれて、俺全く知らんから、相方先輩やから、一連先輩。ほんで、ある時期俺が一本ネタ考えて、それが、まあ、賞を取るきっかけになって、そっからまあ、俺がネタを考えるようになって、まあ、別にそれ意識してるわけじゃないんですけど、ダウンタウンさんが、0.5 秒遅れたのボケの、スローなね、8ビートでもない、4ビートでもない、あの漫才に勝つにはスピードしかないと思って、前に出る、うん、勝つとか勝たんとか思ってない、なんか無意識に、それも周りが言い出したんですよ。それでね、まあ、3年でね、解散したんですけど、まあ、なんで解散したかっていうのは、まだ今度話します。それではネタ見てください。どうぞ。ケチャップマヨネーズは逆さまにして冷蔵庫に戻すことですかね。はい、本物のパンダは小汚い、はい、ところですかね。そうですね、まあ、テレビに出てる麻生太郎の唇の歪みを分度器で測ってますね、38度ですね。ちなみにシルベスタスタローンは29度です。はい、まあ鉄道マニアをバスターミナルに集めることですかね。俺は鉄道見たいのになんでバス見なあかんねんってこうつぶやいてるやつの横でレモンスカッシュ飲むのが、はい、気持ちいいですね。はい、あ、ちなみに、そうですね、今はルンバに棒をつけてお前の意思で動かさへんぞってやってますね。はい、まあそうですね、牧場のど真ん中で焼肉パーティーをして食物連鎖のありがたみを感じろっていうことですね。おすすめですね。はい、まあ苦労ね。はい、まあ今回映画のスタッフがほとんど女性が多かったですね。女性スタッフ全員がスマホの画面がステンドガラス並みに割れてたので、こいつら全員部屋汚いんだっていうことですね。はい、そうですね、まあ今回の映画の、まあ、大ベテランのカメラマンさん、はい、あ、今日来てますけど、あのカメラマンさん、初音ミクの出待ちを10年やってるというのをね、休み時間の時聞いて、あ、好きになりましたね。あ、はい、出てこないですよね、 CG だからって言ったら、いや一回出てきてくれましたって言ってたよ。はい、あ、そうですね、まあゆくゆくはエキストラのプロダクションを設立して、まあオファーの電話がかかってきた時に、すいません我が社は主役以外の仕事は受けないんですって言って、ずっと赤字経営していくのが目標ですね。はい、あ、エキストラです。はい、まあね、僕らはね、早すぎた全てのことが。だってもう2年目ぐらいでかな、日テレで番組が決まりまして、それダウンタウンさん B21 スペシャル、ビシバシステム、ケイシューさんかな、それで特番みたいなの決まって、まあ密着みたいな俺らもされて、番組始まる前に、それでまあ
なんかわからんけど俺らだけ降ろされて、それで俺ちょっと腐ってしまいましてね。あーなんだよね。でもそれが後のあれ、うん、夢で会えたらしい。全身の番組やったよ。まあでもなんなんやろな、あの時そのまま出てた、潰されたかもわからんし、ようわからん。人生なるようになるわ。また明日。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターフォローお願いします。